される脳内の神経伝達物質の一つで、動植物に広く分布する、生理活性アミン、インドールアミンの一種。名称は、セラムとト,トーンに由来し、血管の緊張を調節する物質として発見、名付けられた。人では、ドパミンのルアドレナリンを制御し精神を安定させる、働きをするほか、生体リズム、神経内分泌、睡眠、体温調節などに関与する。 トリプトファンからセロトニンへの合成経路セロトニンは、必須アミノ酸のトリプトファンからも、ヒドロキシトリプトファンを経て、セロトニンになる。人体内には、約 10mg 存在し、消化管粘膜に90%、結小板中に8%、脳内の中枢神経系に2%存在する。体内では主に小腸にある、超クロム神話性細胞。 および蝶黒無神和性細胞様細胞が産生し腸の全動更新に働く。そのため消化管のセロトニンが過剰に分泌されると下痢になり分泌が少ないと便秘になる。消化管で生成されたセロトニンの一部は血小板中に取り込まれ血液凝固、血管収縮、疼痛域値の調節、脳血管の収縮活動の調節などに働く。一方、 脳内の神経伝達物質として働くセロトニンは脳幹の放線核で合成される。腸で生成されたセロトニンは血液脳肝門を通らないため脳のニューロンに直接作用する可能性はない。ゴヒドロキシトリプトファンは血液脳肝門を通過するが手術の副作用を示すため脳内セロトニンを増やすためには栄養学的にはトリプトファンの摂取が重要となる。 トリプトファンは血液脳関門の通過にあたり他のルナズと共通の輸送体を使って脳内に入る。そのため、高タンパク食などルナズが多い環境ではトリプトファンは脳へ取り込まれにくくなり脳内セロトニン合成の立足段階となる。また、ジクシックラの研究によると健常男性は女性より約52%脳内セロトニンを産生する能力が高く セロトニンの染具物質であるトリプトファンが欠乏すると女性では脳内セロトニン合成が男性の4倍減少する。脳内セロトニンを生成する放線核群は大脳皮質、大脳変縁系、床下部、脳幹、脊髄など広範な脳領域に投射しているため脳内セロトニンが関与する生理機能は多岐にわたる。生体リズム、神経内分泌、睡眠、 体温調節などの生理機能と気分障害、統合失調症、薬物依存などの病態に関与しているほか、ドーパミンやノルアドレナリンなどの感情的な情報をコントロールし、精神を安定させる働きがある。ホルモンとしても働き、消化器系や気分、睡眠覚醒周期、心血関係、痛みの認知、食欲などを制御している。セロトニン神経の活動特性は、 覚醒時に低頻度発射を継続して標的細胞のシナプス感激に一定のセロトニンを分泌させ覚醒状態を維持することにある痛みやストレスなどの内外環境からの覚醒ストレス刺激には影響されない除波睡眠に移行するとその活動が減弱レム睡眠になると完全に消失する脳内のパターン形成機構によるリズム性運動で興奮し 覚醒状態における主治な活動に適度な緊張を与える役割がある。覚醒時の 5HT 神経系の活動が抑制された状態は、うつ病や慢性疲労症候群などの症状を弱気するとされる。抗うつ薬にはセロトニンに関わる薬があり、トゥカスリスンリー、マウソガイ剤が主に当てはまる。 セロトニンの再取り込みを阻害することによってシナプス間のセロトニンの量が増えるとされる。製薬会社は自社の抗うつ薬の宣伝としてセロトニンの欠乏を正常化するというように説明するが、これは証拠によって裏付けられていない比喩的な説明である。頭痛に関しては、塩水の大方尖閣からの下行性、頭痛制御系での伝達物質として働く。 高線核の細胞体に存在する 5HT1 アンペア受容体にセロトニンが作用すると終末からセロトニン放出が抑制される。この受容体の機能が低下すると神経終末からセロトニン放出が促進する。ギャバを伝達物質として持つ抑制性介在ニューロンは興奮性セロトニン受容体と抑制的セロトニン受容体を持つ。 一次ニューロンの終末は興奮性セロトニン受容体と抑制的セロトニン受容体を二次、侵害受容ニューロンは抑制的セロトニン受容体を持つ。単細胞生物はいろいろな目的でセロトニンを生産する。動物の消化管に寄生するある種のアメーバはセロトニンを産生し宿主に下痢を起こさせて感染を広げる。セロトニンは植物も産生する。果物は 種を広範囲にまくために下剤成分を含むことがある。植物のセロトニンは動物の消化管運動に影響を与える。セロトニンを最も多く含むのはクルミである。次に多いのはパイナップル、バナナ、キウイ、トマトなどである。大抵の野菜は0.1から3ログラムのセロトニンを含んでいる。エビがセロトニンを注射されると、 そのエビは優位の個体として振る舞う。オクトパミンを注射されると、劣位の個体として振る舞う。セロトニンは、大抵の動物で、神経伝達物質として機能し、ポジティブな出来事があると分泌される。例えば、食物の新しい供給源を見つけた場合とか、オスが繁殖相手のメスを見つけた場合である。セロトニンは、脊椎動物において、神経関係。 体温コントロール、日周リズム、食欲、攻撃、性行動、感覚運動反応、学習、痛み感覚などに関与する。ありがとうございます。